久保健英と川口能活の比較に見る。サッカーの実力の向上。サッカーは世界的に人気のあるスポーツであり、多くの選手が存在します。今回は若手注目選手の久保健英選手と日本代表のレジェンドである川口能活選手の比較を行い、サッカーの実力の向上について考えてみたいと思います。まず久保健英選手は現在スペインのビジャレアル CF に所属しており、日本代表でも活躍しています。一方川口能活選手は引退しており、現在は解説者として活躍しています。久保健英選手は19歳という若さでありながら、そのテクニックや判断力が高く評価されています。一方で川口能活選手はキーパーとして数々の難しいシュートを止め、日本代表の勝利に貢献してきました。しかしこの2人の選手を比較すると、その実力の向上が見て取れます。久保健英選手は海外でのプレー経験により、より高いレベルのサッカーを身につけ、日本代表でも活躍しています。一方で川口能活選手は引退後も解説者として活躍し、サッカー界に貢献しています。このようにサッカー選手は引退後も解説者や指導者として活躍することができ、また若手選手は海外でプレーすることにより、より高いレベルのサッカーを身につけることができることが分かりました。結論として、サッカーの実力の向上には海外でのプレー経験や引退後の解説者や指導者としての活躍が大きく貢献しています。今後も若手選手が海外でプレーすることや引退後の活躍が期待されます。サッカー界の発展に期待しましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。